はい、こんにちは、広報部本田です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。こんにちは。現在、工務店と性能について話をしています。屋根の断熱で悩んでいます。屋根で断熱するのと、天井で断熱するのとでは、どちらが良いのでしょうか、教えてください。というご質問がありました。それについて少しお答えしていきたいと思います。この屋根断熱とですね、天井断熱、この少し意味の解説なんですけども、こちら、家の2階ですね。こちらが2階だとすると、これが、この赤のラインがですね、2階の天井ですね。仕上げで見てるマクロスとかですね、こういう、天井の仕上げ材が見えていると思います。でそのすぐ真上にですね、断熱材を入れる、こちらが天井断熱という断熱の仕方になります。でもう一つはですね、こちら屋根の勾配に沿って断熱材を入れるですね、こう屋根が斜めでしたら斜めの形に沿って断熱材を入れる、これを、屋根断熱と言います。はい。で、これどちらがいいのかって言いますと、やはり一長一短ありましてですね、こちらの方、例えばですけども、天井の上にする、この天井断熱にすると、単純に家のこの気密層っていうのはここになります。この上はですね、外部という扱いになりますので、単純に家の中の体積が少なくなりますので、家の中の冷暖房効率が上がるというメリットもあるんじゃないかなというふうに思います。で、こういった、こちら、天井断熱、屋根断熱にすいません、するとですね、施工性がちょっと悪くなったりっていうところもあるんですね。だから気密が少し取りにくかったりとかですね、大工さんの手間が少しかかったりとかするので、まあ、デメリットっていうのもあります。ただまあ勾配天井にしたりとかですね、屋根の家の天井の仕上げをこう斜めにする場合のこう勾配天井とかにする場合はどちらにしてもこういう仕上げになるのかなと思うんですけども、例えばですね、弊社が今やっていますですね、小屋裏断熱っていう、小屋裏エアコンですね、をしようと思うと、ここにエアコンがありますので、ここの天井断熱っていうのができないんですね。で、まあ、場合によってはですね、ここからですね、こういうふうに断熱を、この箱だけ、空調室だけを囲ってですね、断熱をして、ここをまあ開けて、下に空気を落とす、いうような工法のやり方もありますが、まあ、これは、やっぱり一長一短ありますので、その辺はですね、個々工務店さんとかですね、大工さんのレベルによってやり方が変わってくるんじゃないかなと思います。一般的にですね、弊社のように、気密をしっかり取りましょうと言ってる会社さんであればですね、気密が取りやすいのは天井断熱です。こちらの方が、まあ、気密の層としては非常に取りやすい。まっすぐなので工事がしやすいんですね。なので、大工さんとしては非常に楽なのではないかなと思います。で、もし、大工さんに技術がありましたらですね、こういう屋根断熱も施工できるかなと思うんですけども、こういったところ結構手間がかかったりですね、コストがかかってくるところになりますので、その辺も各工務店さんに相談していただけたらいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、弊社の方が今現状よくしているのは、小屋裏エアコン、させてもらってますので、こういった天井で、してる断熱が、まあ、比較的多いかなと思いますけども、これはですね、弊社もまあケースバイケースで変えたりとかですね、しているところではありますので、どちらがいいか悪いかは言えないんですけども、気密層が取りやすい、まあ、体積が少なくなる、という意味では天井断熱ですね、こちらの方も全然いいんじゃないかなというふうに思っていますので、この辺は各、工務店さんですね、その建築会社さんに相談されて、最終決定されている方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。はい、こんにちは、広報部本田です。今回はですね、この動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではですね、家づくりに関すること、家づくりに関するご不安なこと、家づくりに関する施工に関すること、家づくりに関する商品のこと、家づくりとはちょっと関係ないお話から家づくりの、裏話、含めてですね、いろんなことをですね、動画にして皆様にお届けさせていただけたらな、というふうに思っています。ご興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけたらですね、最新の動画が皆様の方に、お届けできるかなと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録していただけたら、嬉しいなというふうに思っております。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。